2005年のメキシコシティサーキットでのライリー・ポンティアック・ライリー・テクノロジーズはプロトタイプレーシングカーの開発とその運用に特化したアメリカ合衆国のレーシングコンストラクター・レーシングチームでもある。2001年、ボブ・ライリーと息子のビルはボブがかつて設立したライリースコットをもとにライリー・テクノロジーズを作った。2006年には ノースカロライナ州ムーアズビルに本社を移した。初期はグランダムシリーズのデートなプロトタイプシャーシのリーディングコンストラクターとして活動した。ライリーのシャーシは予選での速さによる上位グリッド数とレースでの勝利数の両方で支配的な存在となった。ライリーのシャーシは5つの自動車メーカーのエンジンでデートな24時間レースを9連覇した。 2005年はウェイン・テイラー・レーシングにポンティアックのエンジンで勝利し2006年から2008年までチップガナッシュ・レーシングにレクサスのエンジンで2連覇から4連覇まで勝利を重ね2009年はブルモス・レーシングにポルシェのエンジン車を供給して5連覇2010年はアクション・エクスプレス・レーシングに前年と同じにポルシェのエンジン車を供給して6連覇2011年は チップガナシレーシングに BMW のエンジン車を供給して7連覇。2012年はマイケルシャイクレーシングにフォードのエンジン車を供給して8連覇。2013年はチップガナシレーシングに BMW のエンジン車を供給して9連覇を挙げた。ライリーはまたマツダ RX-8 のシャーシを開発して2008年の GT クラスで優勝している。 同年、新しい BMW M6 の GT レースカーを公開した。また、ライリーのデートナプロトタイプから派生したシャーシは、スーパー GT の GT300 クラスで、ムーンクラフト、自伝チームに供給され、チームタイトルを獲得している。SRT バイパー GTS、R アメリカンルマンシリーズで、ライリーが設計、製造し、g t にクラスで参戦する。 シボレー・エコルベットが2008年にデビューした。この車は、ルマン24時間レースに参戦するために、ACEO の承認を受けた。2008年4月にライリーテクノロジーズは、自社のサーキット施設を使って、高いパフォーマンスの車への成長する需要を応えるためとして、走行会用の車を製造する計画を発表した。その新車は、 レースカーの通常の操作に関する運用コストを最小限に抑えるように設計されたミッドシップでエンジンの出力は500馬力を超えるという。イムッサとグランダムシリーズが統合して以降は GTLM GETD クラスにダッチバイパーで参戦。2014年をもってダッチはワークス撤退を発表するが2014年に GTLM、2015年に GTD、 クラスチャンピオンに輝いた。また、ルマン24時間にも参戦している。2017年からライリーは、マルチマティック社との合弁プロジェクトで、FIA の指定コンストラクター4社のうちの1社として、LMP に車両を開発する。また、マツダと提携して、ダッピー車両の製作にも関わることになった。GTD Win4 ライリーモーターズボルツダッチハット、17年からの、 LMP にマニュファクチャラー4社が決定。オートスポーツ。2016年2月22日閲覧。ありがとうございます。